はい。それはですね、今回のこの動画では、メールチームでの作成したリストに対してのメールアドレスの登録方法ですね。こちらをご紹介していきたいと思います。はい。では、こちらのトップページからオーディエンスをクリックしてください。はい。まあ、このオーディエンスとリストですね、は同じものだと考えてください。最近このオーディエンスというふうにメイクされていますが、同じものだと考えていただくと思います。続きまして、 このようにリストを選択する画面が表示されますので、はい、任意のリストを選択してください。まあ、今回はこのテストでいきたいと思います。はい、こちらに、まあはい、全然リストが、リストの中にメールアドレスが入っていないのでこちらを、えー、登録する方法をご紹介していきたいと思います。でこのビューコンタクトをクリック。まあ、リストは作成してるのを前提で進めていきます。次にアドコンタクトをクリックします。 1>, まあ1件だけの場合はこちらですねこちらをクリックしていただいてメールアドレスを入力でチェックを入れてこのサブスクライブをクリックしてください基本的にリストのこのインポートっていうものは複数やるかと思いますのでこのインポートコンタクトをクリックしてください、はい、でコピースラッシュペーストフロムファイルですねこちらにチェックを入れて Next をクリックしてください。はい。次にメールアドレスですね。こちらに、まあ、手打ちもしくはコピーペーストして、このように入力してください。まあ、基本的に手打ちだと間違う場合がありますので、コピーペーストでこの項目を埋めると、3件目、4件目も同様に言っていくという感じですね。今回は2件だけにしたいと思います。 でこちらにチェックを入れていただいて、NEXT ですね。こちらをクリック。はい。次にインポートですね。画面え。右下のインポートをクリック。これで先ほどの2件のメールアドレスが登録されました。はい。このような形ですね。はい。なので、このような手順で、まあ、リストの作成後はえ、送りたいメールアドレスですね。メールマガを送りたいメールアドレスをこのような手順で 設定をしてみてみくださま他のメール配信サービスからインポートする場合もこのような手順ですねこちらのインポートコンダクトからクリック,ク,リックして登録をしてくださいという形で今回のこの動画は以上になります